どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ギタリストの末松です。以前からアナウンスしてた、リュストルコンプレッサーが発売がですね、1ヶ月ぐらいずれてしまいまして大変申し訳ございませんでした。なんとかですね、初回出荷分が数台完成しましたので、映像でこの映像を使って正式に発表をしたいと思います。というわけで本当にお待たせしました、リュストル11月7日発売です。パチパチ。実はですね、今日完成しましたので、1日スタジオでですね、録画したりサウンドサンプル作ったりしてたんですが、あまりの僕の喋りの下手さと緊張してる具合がですね、とても使えなかったので、結局家に帰ってきて、一人で今また録画しております。というわけでですね、リュストルの開発のコンセプトというか、まあ簡単にこのリュストルを紹介したいんですが、まず全部は話しきれないんですけど、まず一つ目のいいところは音質が変わりません。これオンオフしてますが、ギターのもうこの時点で音質が変わってしまうものもたくさんあるので、それにはすごく困ってて、これはもう高品質なバッファーが入ってるので全然音質劣化と、もう逆にハイが上がったり急に硬くなったりするようなことがありませんね。それでもう一つはブーストができます。これを聞けば分かると思いますが、ブーストアップができるんですね。だからチューブアンプをお使いの方は、これなんていうのかな、少し張りのある音にしたければブースターとして使ったりというか、ブースタープラスコンプという感じで使ったりとかできますね。あとはこれがボリュームで、これが太さで、これがツヤなんですけど、極端な話これでツヤを変えてあげるとか、これで太さだけを変えてあげるとか、これでボリュームだけを変えてあげるとか、単独にいじることができます。なので僕はチューブアンプの場合は特に太さは求めず、ツヤも求めず、もともとチューブアンプっていう自分の好きなチューブアンプを使えればツヤがあって太さがあるから使ってるわけなんで、そういう時にはブースターというような使い方をしたり、例えば単音でクリーントーンでのメロディーがあったりするときには太さを出してメロディーを弾く、ね、それとか例えばトランジスタアンプの時というか、まあ、例えばレンタルスタジオなんかに入ってどうしようもないアンプが置いてあったりした時も、これでツヤとか太さを与えてあげれば本当に見違えるような音になります。というわけでですね、本当にいいことづくめで、例えばまあちょっと軽く設定して音を出してみますと、今の音はこんなもんなんですが、これをオンにすると全部11時ぐらいですかね、だいたい全部11時ぐらいにすると、こう音がギュッと締まって太くなってるのが分かりますかね。ちょっとオフで細い方行ってみます。オンにします。音の抜けも張りも太さもですね、全然変わるのが分かってもらえると思うんですが、このリュストルという名前自体がもうツヤという名前なんですね。もう本当にツヤを与えるためのコンプレッサーというような意味で、開発してもらいました。というわけでですね、とてもMXR のダイナコンプや有名なロスのコンプなんかとは全然違う理屈というかコンセプトで作られているので、とても存在価値があるというか、例えばこれだけじゃなくて自分のお気に入りのコンプをもう一台かまして、そっちに強いコンプを、こっちに弱いコンプを任せるとか、こっちにブースターを任せて、もう一つにはコンプを任せるとか、同時使用するとか、
これ1台でコンプオンにしたり、ブーストにしたり、まあ、EQ 補正にしたりとか、いろいろ本当に使えると思ってて、ギタリストの、こう、お守り的になってもらえるんじゃないかなと思ってます。で、このデザインもですね、よく見えますか、わかりますか？これもですね、実は僕はこう、手書きで、こうやって、紙に書きまして、これをですね、パソコンに取り込んで、デザインしたものなんです。結構、なんていうかな、こう、美しさというか、女性っぽさというか、まあ、オーバードライブとか、ああいう歪みのものは男っぽさがあるんで、こっちは、こう、美しさとか、滑らかさとかっていうのを表現したいがために、ちょっと女性っぽいデザインというか、いう感じにしてみました。というわけでですね、簡単ではありましたが、リュストルの説明とさせていただきます。ではよろしくお願いします。バイバーイ。